はい、ブロガーのココナッツです。お祭りの第3回目の、動画ということになります。実言うと先ほど、このカメラによる、静止画を撮っていた時に一つニュースがありまして、ちょっとねまだ油断ならない空模様が、この龍ヶ崎市内に垂れ込めてるんですけど、台風はどうも直撃はしないで、またそのまんま温帯低気圧になるだろうという、まあ、アプリケーションの発表がスマートフォンにあったんですね。というわけで、まあ、3日目のつくまいの方に至っても、まあ、これなら大丈夫かなと。まあ実を言うと、台風の直撃のことがやっぱ一番の心配事でしたんで、本当にこんな調子で撮れるのかなと、まあ実際最初思ってたんですね。まあでも思ったより、まあ台風がそれただけでもよしとしなきゃいけませんよね。せっかくね、面白いお祭りですから。台風なくなっちゃうってよ。台風なくなっちゃうって。さっきニュース来た。あ、じゃあ。なんか温帯低気圧になるんだそうです。うん。まあそれるからよかったなってね。まあ、まだちょっと、ただですね、ここ龍ヶ崎市内の空をやはり先ほども申した通り見上げますと、こう所々にですね、鉛色のが点在してるんですね。ちょっと気にはなるんですね。ですから全国的には大丈夫としても、もしかすると、まあ、これはタラレバですけど、ゲリラならないと思うんですけどね。夕日に混じってね、もうあの辺りが結構もう真っ黒なんですよ。あ、それだけはちょっと非常に気にはなるなと。何もないのが一番なんですが、まあお祭りの定番ですよね。まあ、まだ録画を始めて、まあ、これが昨日のように、あるいはこの前の曙野農業公園のような炎天下の場合ですと、もうたちまち、まあ、録画してから 3,4 分で、まあ、本体の方も相当熱を持っちゃうんですね。しかも本体のように、まあ、自分も好きなブラックですから熱こもるんですよね。まあしかしちょっと涼しくなってきたかなと。まだ蒸し暑さ相当あるんですね。でも雪かき人々も大体がこの内輪のようなもの何かしら持ってますね。すごいな。
んだんと飾り付けの方にもイルミ、光がともって、まあ、お祭りらしくなってきたなと。見たの成田さん。まあ、今度ばかりはお天気予報のアプリケーションの予報が当たってくれることをと祈るしかないですよね。クリーニング終わったんだけど、まあとにかくすごい蒸し暑いんで体力を使う商売ですよね。まあそれでもやっぱね、撮影者たるものは、撮影してこそなんぼですよね。黙っていても意味ないんで、コードあるのみです。撮影あるのみですよね。3回目ですけど、またここで一旦ちょっとお開きにしたいなと思います。では一旦失礼します。